はいどうも、えー、広島でね、えー、ゾンビ画残媒中未成功でガンス、えー、2月15日9本目のね、えー、ゾンビ画はこちら。 えー、悪魔の独特ゾンビーズ、えー、蘇る資料伝説ですね、えー、こちら1981年のアメリカの、ねえー、ゾンビ映画ですねいやーこれはねマニアックすぎてしまってね、うん、今ね見終わった直後なんですけども、うん、戸惑ってますね中 <laughs>、うん、でチャールズ・マックランって一緒ね、まあ、監督のね、えー、自主映画だそうですね、えー、インディズ映画の低予算映画ですね で、どうやらねチャールズ・マックランって人ねゾンビっていうものね、えーかんえー、全く知らんでねこれを作ったのか、まあ、あるいはね、えー、ゾンビっていうものを勘違いして作ったのじゃなかろうかってまあそう思い で、ねえー、でしたけどねでストーリーがね、えー、政府がね、えー、秘密裏に育ててたマリファナをね、えー、若者たちが、えー、見つけてしまったんでねで彼らを口封じのためにね、まあ、新州の役員を、ねえー、農薬として負け散らしてね、えーまあ、殺そうとしたら、ね、それを浴びた、ね、若者たちはゾンビ化してしまうんですよね。でで付近でね、えー、キャャンプや、ね、レジャーを 楽しんでた人たちはね襲い始めっててまあそういうね、えー、ストーリーですけどねでまずね、えー、この農薬をね浴びた若者たちね死んでないんすよねうん、多少ね顔色が悪くなってねで まあ一応ゾンビメイクは一応支援はいるんですけどうんただ単にね、えー、ラリってるだけなんですよね。<laughs> うんゾンビはね、えー、ヘッドショットしないとね、えー、倒せないですけども、こいつらはね胴体部分ね打、えー、ってもね刺してもね。 普通に死んでましたからね <laughs>、うん、で、目を突き刺されたね普通に痛がってましたからね <laughs>、うん、ゾンビはね痛がらないですからねでしかもねマーチエータとか武器もね使いますしあと火を焚いてねうちを燃やそうとしましたもんねであとあれは人魚ね 食おうとしててしてたんじゃなくてあれ噛みついてるだけでなんか食べもしないですしねあとやつらにね噛まれたからって言って、ね、ゾンビ化するわけでもないんですよねうんだから普通に、ね、彼らに、ね、襲われて死んだ人たちはね、まあ、そのままあ、ね、ゾンビにならずにね映画から退散しますねうんまあこんな感じなんでねこれはゾンビ映画ではないですよねうん何かただ ただ単にね、ラリッとやつらが、ね、暴れてるだけの映画ですけどねうん、でもこのチャールズ・マックランって、ね、監督がね「いやこれが俺の考えるゾメだ」ってねまあそう言われると、うん、否定もできないですけどねうん、でもうーんってな感じですかねうん、あとね、まあ、ストーリーはね、えー、情緒でね、えー、だらだらでねあと随所にね、あふれんばかりのねチープ感がねすさまじいですよね。 でこの前だとね同じ年に作られた、まあ、1981年の、ね、ゾンビ映画でゾンビ3がありましたけどねあちらがね超傑作に思えてきますとねいやーこれはね正真正銘の下手者でしたね <laughs> うんまあこれぐらいにしておきましょうか うんというわけでね悪魔の独特、えー、ゾンビズをね、えー、レビュー、えー、紹介でした、うん、ちなみにね、えー、タイトルね「悪魔の独特」ってねついてますけどもねあのね、えー、悪魔の独特モンスターとかのね独特シリーズと一切、えー、関係ありませんからねうんまあこんな感じでね、えー、まあ当たり屋的にね、えー、カルト映画も見ていくんでねよろしくお願いいたしますではまた、えー